TBS ゴゴスマにて、地質学者、塩坂先生。ソーラーパネル設置による人災、がネットで話題。内容はこちら。TBS ゴゴスマにて、地質学者の塩坂邦夫先生が、熱海土石流は、ソーラーパネル設置による人災、と指摘したようです。では、内容を見てみましょう。のりこ。TBS ゴゴスマにて、地質学者の塩坂邦夫先生が、ソーラーパネル設置による人災だとおっしゃってました。また、崩壊した黒い土は、産業廃棄物が濃厚ともおっしゃっていました。H。地質学者。メガソーラー開発で保水力がなくなり、開発道路に沿い、水が森土に流れ込んだ。だから道路で崩落してる。生電話なので、他局では NG ワードになってる疑惑のメガソーラー連発。ゆるパンダもそうだと思います。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。やはり専門家の意見は大事ですね。アンタッチャブルに切り込む地質学者。生放送でメガソーラー連呼。大したお方です。次はこちら。誰だよ、メガソーラー関係ないって言い出したやつ。森土とメガソーラーが重なってなったのか。どっちも責任が重い。ついに土石流発生の原因が少しずつ分かってきたようですね。次はこちら。川勝知事の責任をしっかり追及してほしい。森土とソーラーで責任の押し付け合いが始まるんやろな。そうですね。多分いろんな人が責任のなすりつけ合いを始めると思います。次はこちら。太陽光発電べったりの政府が重い腰上げるかな。日本政府もメガソーラーの現地調査を開始するようです。最後はこちら。メガソーラーっていう表現はしてないけど、オネブの開発が原因と地質学者が明言してる。テレビでも土砂流の原因を示し始めているようだ。もうマスコミもメガソーラーの件を隠せなくなってきたようですね。静岡県の川勝平太知事は土石流の起点となった現場を視察し、水が原因であると思っておりますと述べております。しかし地質学者は、その水はオネブの開発を行ったために、今まで保水力のあった森がなくなり雨水が流出したと話しています。熱海市の土石流により未だ多くの方が行方不明です。とにかくしっかりと調査し、真実のみを公表してください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。